はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。前回の続きからやっていきます。とりあえず線路がここまで伸びて、ちょっと今簡易的にではありますけど、僕が何をしたいのかっていうのを向こう側にもう持ってっちゃおうかな。よいしょ。まあ、2本引く必要はないんですが、1本でもできるような、今からやろうとしてることは1本でもできるようなことなんですけど、ちょっと線路がたくさん引いてあった方がそれっぽいかなっていう理由だけでやってますけど、よいしょ。そして足らなくなる線路、上に上がりましょう。上にしまっていた気がします。今日はどうしようかな。ハッピーホームデザイナー、この動画が上がるのが8月の1日かな、8月の1日ですね、になるので2日前か、7月30日に発売になりました。動物の森ハッピーホームデザイナーというゲームが発売になりました。まあ、予約したんですけどね、みたいな話をちょこっとしたと思うんですけど、買いました。で、僕は飛び出す動物の森も遊んでました。あと、任天堂のおいでよかな。DS か。のやつも遊びました。どちらもね、すごく好きで、楽しかったんですけど、まあ、正直言うとどちらもね、そんなに長続きして遊んではいないんですよね。動物の森自体好きなんですよ、好きなんですけど、あまり長いこと遊んではいません。で、まあ、あれは動かしておいて、本当はパワードを引きたいんですけど、ちょっと今はねあの状態にしておいて、どうしようかな。で、よいしょ。結果として非常に楽しいです。結果からお話しすると非常に面白いゲームだと思います。まずそもそもの動物の森で僕が一番面白いなと思っていたのが家作りなんですね。家の中のものとかいろいろね、そういうのを、よいしょ、家具とかを集めて家のインテリアを装飾できる、模様替えができるっていう楽しさがありました。で、まあそこに僕は惚れて遊んでいたんですが、他にもね、村人との交流とかそういうのもたくさんたくさんできるんですが、正直言うとそこにはあまり僕は興味がなくて、ただただ自分のね家を作りたいっていう人だったんですね。で、なおかつ、まあ、動物の森やったことある方ならわかると思うんですが、一日にねやることって結構決まってて、村人と話したりして、で必要な分埴輪掘ってみたりして、よいしょ、それでね基本終わりに近いんですよ。よいしょ。で、毎日ちょこちょこやるっていうゲームになってるんですね。あれ、これさ、トロッコってちょっと待って燃料ってどのくらい入ってるとかって、これずっと今入ってるよね、ものすごい量持ってかれてますけど、これで押してくれんの？ダメか。ダメっぽいか。よくわかんないな。石炭返して。
めっちゃ吸収させたのに。ダメか。ちょっとじゃあまた別なことしましょう。で、ハッピーホームデザイナーっていうのは、よいしょ、家をねデザインする、まあハッピーホームデザイナーなんで家をデザインするんですけど、村人がね、村人というかその町に来た人がこういう建物家に住みたいなみたいな感じで言ってくるんですよ。でそれに対して答えてあげる。じゃあこんな家はどうでしょう、こういう家はどうでしょうっていう風に答えて作ってあげるんですね。シックな家に住みたいなとか言ってたらそれ通りに家具を置いてあげるとかね。でも例えばなんだろう、動物の森ってカラフルな家具が欲しいな、置いてほしいなみたいな話が出た時に、カラフルななんとか、カラフルなタンスとか、カラフルなベッドとかって書いてあるんですけど、違う。じゃあそれだけを置けばいいのかっていうとね、みんな同じ家になっちゃうじゃないですか。でも意外とそうじゃなくてシビアじゃないんですよね、その部分が。なのである程度自分で工夫して置いちゃっても村人は喜んでくれたりするので、なんかこう決まった形でのね、家作りになっちゃうと面白くないじゃないですか。結局ね、同じ、みんな同じように置かないとクリアできないみたいになったら面白くないので、そういうところはね意外と工夫されていていいなと思いました。よいしょ。でその毎日ちょくちょくやるっていうお話をしましたけど、よいしょ、その従来の動物の森っていうのは1日、自分のね 3DS の時計と連動するんですよ。なのでリアル世界と同じなんですね。リアル世界の夜だったら 3DS の中の動物の森の世界も夜みたいになるんですけど、このゲームは本当にデザイナーをするゲームなので、ひたすらやってもっとやりたいと思ったらどん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 シナリオを進めちゃえばいいんですよね。その部分が非常に僕は好きで、こうどん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 進められるなと思って、そこは気に入ってますね。あとはもう純粋に置ける家具がねたくさんあるっていうのと、自由っていうのと、そこが一番なんじゃないでしょうか。もうなんとなく分かってるかもしれませんが、ここにね取れた石炭や石を入れます。でここ通ります、入ります、上に上がります。で今度逆の要領で上に上がったトロッコから下に荷物を下ろして、上にね上げて荷物を下ろすっていうのを、ちょっと永久にここをぐるぐるする期間を作って、でここで作業し終わってちょっといろいろ突っ込もうってこう突っ込んで走ってってもらって、上に荷物がたまるじゃないですか。なので上で回収すると、で整理すると、ここが一応回収したものが詰まる部屋なので、ここで整理整頓をするという形にしようかなと思います。なのでちょっと迷っております。この列車が、ここはもう通路じゃないんですよね。そうなると装置なので、じゃあ俺どっから帰るってことになるんですよね。で悩んでるのが、行きましょうか、こっから出れたら面白いんじゃないのってところが一個あるので、どうだろう、でも利便を考えるとあんまり良くないのかな。まあ動物の森の話をね遮り遮りマイクラの話もしちゃってるんであれですけど、こう動物の森って何するかよくわかんないっていう方もいると思うんですけど、割と自由なゲームなんでね、
このゲームはね、非常に別物として考えていいかもしれませんね。あとね、面白いのが学校とか病院とかも作ってくれって話が出るんで、それもまたね、面白いんですよ。ここありじゃないですか。で、本来そっから降りてたんですよね、罠のところに。あの辺か。ってことはこの辺なんですよね、多分この辺。ってなると、この階段次第ではいい感じにたどり着ける感じしませんね。なんでこっからね、降りてみようかなと思っております。そんなところでしょうか。今回はちょっと10分ですが、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。